さあやっていきます。なんだっけ、ちょっと待ってよ、これぐらい用意しとけっちゅう話だな。これだ。もし見えてる、もしルーキーの清宮がハムディ4番でスタメン固定だったら第パート2です。タイトル長いから、タイトル長いから言えないぞこれ毎回。でですね、ちょっとねやりたいことがありあってですね、やりたいことというかですね、前回のパートで清宮のバッティングホープをオープン1にしたんですけど、ちょっとこちらの検証動画で見ていきたい。これは YouTube に上がっている早稲田実業清宮スイング2016神宮大会という動画ですね。見ていきたい。まずここ打席に入ったらバットは肩のところで寝かしてるから、入った時立ててたら違うんですね。でピッチャー構えたらバットを上に立てるんじゃなくて、ちょっと前の方向に寝かせるね。そして足をこっちにかちょっと一本足みたいな感じにする。そっから踏み出す。もう一回多分これスローするだけだと思うけど、ここ立ってるんですね。こっち寝てこう上に立たせる。そして決してまあこう見たらちょっと見にくくて分かりにくいけど、オープンスタンスではないんですね。ここら辺がこうホームベースとしたら、だからこれを加味するとこれかなと。いや、オープンスタンスさらに広くなっとるやないかいっていう。これもいいけどクローズスタンスじゃないんで、一番近いのオープン2の方かなと。オープンスタンスじゃないんだけどね。待ってよ、もう一回指導から合わせる。どうでしょうだからトップの位置がトップ、バットがこうまあこれ後ろなんだけど、前に行くならこっちに近い。あと打席に入るときにバットは肩のところで担いでるから、そうちょっと似てるかなこっちの方が。ということで、はい、ちょっと長々と説明しましたけども、バッティングフォームをオープン2でもう一回やらせてください。お願いします。特徴はまあ、また相も変わらず。ホームラン量産にしたいけどね、本当のとこね。しょうがない。スター候補生で。違う、スター候補生ね。即戦力で。これ即戦力じゃないと、1年目から活躍しないようになってんです。焼きつく大体。ただ、成長タイプっていうのがあって、確か早熟普通か、早熟持続かみたいな感じで、若いうちにガッと能力が伸びるんだけど、能力が落ちるのが早いっていうのが即戦力なんです。だから本当はこれにしない方がいい。清宮が多分長々やる選手だからこうはならんと思うけど、でもまあ即戦力で生かしてください。一応パート2なんでね、この間にあった清宮のニュース何かあったかなと思ったんですけど、まあないですね。あったニュースといえばこのなんか新年1月2日に配信された清宮のなんだろうな、8つの質問ぐらいがあったかな。一番の憧れのメジャーで好きな選手、ジャッジ、スタントン、アルテューベ、スプリンガー、もうやばいです。ベリンジャーもすごかったし、はいはい。リトルの世界大会に出ていて自分みたいな感じ。そこでホームラン打ってメジャーリーガー打って進化を得たりする、などなど。野球選手以外での憧れの人は、父親です。ラグビー、ヤマハの監督。
そばにいるから分かることもありますけど、人と思考回路が違う、視点が違うし、言うことも言ってくれることも違う。こうやって見ていたんだとか引きつけられますね。父親が憧れの人っていいよね。憧れってすごいですね。野球選手以外は何になっていた？ラグビー選手です。絶対ラグビーやっていました。そんなにラグビーかって気がしますけども、メーカーとか、なんか謎の検索を、野球以外で得意なもの、英語のプレゼントとか、プレゼントではなかった、英語のプレゼントが好きですよって書いてる。英語のプレゼン、文章力とかないですし、言ってることも出してもないし、内容も全然ですけど、人の前で喋って、そういうのは得意っちゃ得意です。得意っちゃ得意です。砕けた言い方してるな。もっと面白い特技ないんすかね。これは大丈夫か、このインタビューら。インタビューは。ピアノ全然ダメです。料理全然ダメです。ないな。これは、記者が尋ねてんだろうね。趣味は音楽を聴きます。邦楽、洋楽。洋楽は、プレイリストみたいな感じでいろんな曲がどんどん入ってくる。誰の曲とか分からず聴いてるんで、カラオケは全然いかない。歌うまいとかもないんすよ。ないんすよ。野球選手、俺の机の上に置いてる。金属落ちた。金属。そういうの好きそうですもん。野球選手笑い。野球選手かっこ笑い。栗山監督が読書の勧めを解くが、自分ダメなんすよ。すごい読みたいなと思うんです。寮から寮入ったりしたら読もうと思っていて、弟がすごい読む習慣をつけたい。まず父親の本を読みます。究極の勝利、これも完全にあれですね。ここで多少本が売れればいいと思って名前挙げてるな。いろんな引き出しを持ちて、自分もあんまり本は読まない方だな。映画は好き？ハリーポッターは好きです。いっぱい DVD 借りてシリーズを見ていました。全部見ました。収録の時に杖とかマントとかバッジとかいろいろ買っていました。これはボルデモートの杖だとか、ボルデモートの杖なんてあったっけ。懐かしいですね。もし何か魔法が使えるなら虫、動物に変えちゃうやつとか。でも透明マントとかやそうです。ひるっとこっそりいたずらとか。透明マント欲しいっすね絶対悪いことに俺と使うけどな。もう悪いことっていうかエロいことに使うけどな。まず温泉、女湯に入ります。温泉マントで、透明マントに入れたらね。野球は何歳まで続けたい？これ一番質問の中で大事な質問かなと思う。引き際も大事かなと思ったりもする。できることなら長くやりたいですけど、一郎は44歳で現役ですごいなと思うし、ああいう風になりたいなと思う。40歳で40発とかあってのは、これは王さんですね。それすごいです。それできたら、嬉しいです。いいと思います。王さんとかそんな感じ。いや、全然ありです。頑張ります。なんだこの受け答えは。放置！こういう、なんかこう、若干野球選手にネガティブな記事を書くとしたら、スポーツ放置だな。巨人以外はもう、ほんと、ひどいから。じゃあ行きましょう。あれ、なんだこの写真？巨人、もう、巨人お抱えの、スポーツ紙、放置新聞、ね。アンチ巨人の身からすると、放置新聞の記事は信用するな。巨人以外の。いや、巨人の記事も信用するな。むしろ、放置のネガティブ記事は当たったりもする。これもう一回やり直すことになりました。これ多分同じだよね。メモったんだ。最初の動画とどういうふうに違うかって。もう8分も経ってる。8分も経ってるけど、これには理由があるんですね。後でわかります。こんなところに8分もかけてる理由は後でわかります。とりあえず、片岡と中村を外して、井出を取る。井出とかさらっと紹介しちゃったけど、結構すごい選手ですよ。ドラフトで入ってきて、ゴールデングラブ賞を取ってる。その後巨人に移籍したけどね。それから、誰入れたっけ？上田も取ってるわ。上田も入れてる。外野多いな。内野手薄。古木取っといた方がいいんじゃないかな。24だし。バックアップで古木取っといた方がいい気がするな。古木もなんか、その後巨人に移籍したよね。んで、これ本当に今関でいいんかな。今関。と、矢野と原田。原田取ってる。原田と矢野。矢野もドラ1で入ってんの。ドラ1かドラ2かぐらいで。逆指名で入ってるんですけど。まあ、あんまり活躍できなかった選手ですね。もったいない選手。もう340万しかないもんね。もうちょっとあったら古き取ってるな。900万だし。
まあしょうがなし、しょうがなし。まあこんな感じですね。ってことはあれか、これで行ったからさ、前回と違うね。前回と違う平行線に行っちゃったね。平行世界に行っちゃったね。移籍した選手が多分違うところに行ってるよ。田中幸雄がロッテに、小坂がいるから出られんぞ。片岡がバッファローズに、これは脅威でしょうね。うん。ウィルソン大栄光につかない。基本的に使える戦力がパーリーグに移籍している。うん、まあまあまあいいでしょう。出会うことになる、いずれ対戦することになる。はい、この画面をまず見せたかった。1月、どうも明けましておめでとうございます。これをね、あのサムネにしていくから。ここまで10分ぐらいかかった、オープニングのところこ、やっと前回と同じ位置に来るのに10分かかった。11分、やっちゃってるな、やっちまってるな。これちょっと見ていくか、せっかくだったら。パリーグの様子。一番年俸高いのは年俸順だよね。ダイエなんかは結構年俸抑えめですね。ピッチャー陣は特に篠原なんてね、まあ確かすごいよね、この年の成績。14勝1敗 1.25 だからね。確か中継ぎで14勝して投球回がどうのこうのみたいなのだったかな。吉田修司、ペドラザ、若田部、藤井正雄。これ確か亡くなったとかやなかったっけ、病気だったかもしれない。長い、この長いがいいんですね。大栄だと、この時の大栄だと、スライダーとフォークの落ちが素晴らしい、変化が素晴らしい。あとクラノがね、いいんですね。実は取れたら全然この時の成績良くないけど、この焼きつく上では変化球が多いほどやっぱあの打たれにくいんで、こんだけあるのは良い。こんな感じ。大栄が一番、城島がいる。24歳でこの成績だからね、普通に最強クラス。まだ24でも BC だから、こうだと長打が、そして長打伸びていくし、この才能よ。吉永、小久保、浜名、松中、柳田、井口、これもう全員年俸すごいことになってな。安いな、年俸が多い。取ろうかな、誰か。井口やったら、井口いらんねえな。いいなって思うけど、別にいらないな、今は。秋山が年俸1億4000万か、38歳。柴原がいる。いや、やっぱこれ大栄優勝候補だわ。西武は西崎がまだいる。で、西口。投手陣すごいよ、やっぱ西武は、こう見ると。石井、デニーとかね。もう往年のと言えるんだろう。松坂人気 S。年俸7000万円。来季かな。中日かな、中日なのかな。いや、すごいね。松坂。で、豊田、森、シューミンチェ、ディアス、ドヒ。この辺全部あの、ここの選手、ほとんど名選手じゃない？森もだけど、森なくなったよね。で、豊田も巨人に行って抑えしたりしたし、デニーもまあ、コーチ業やってし、土井も確か大栄行ったよね。ここの選手、ほぼほぼだぞ。ほぼほぼいい選手。長島は、ハムに来ますね、将来的に。オリックスも行ったかな。フェルナンデスとかジェファーセンとか知らないけど、松井和夫25歳でこれだから。見てくれ、松井和夫のこのスペックの高さ。取れるもんなら欲しいけど、この時点で1億9000万だからね。いや、鈴木健、高木大成、高木宏之、最強の9番バッター高木宏之。んで、大友、垣内、尾関、清水、平塚。ちょっと外野以外はすごいセーブ。ちょっとオリックスはピッチャーがしょぼいかな。この金田はいい。金田は良い。変化球もまあまあだし、球もまあまあ速いし、体力もあって、球威もそこそこって。川越いいんだけど、なんでか打たれるんだよな、焼きつくでは。スライダーとシンカーの組み合わせを持ってるピッチャーは、なぜか焼きつくではよく打たれる。こういう風に、
こういう風に球がいっぱいあるピッチャーの方が野球付きではあまり打たれない。カルロス、左投げ左打ち、カルロス。ブローズかな、ブローズがなんかあの野球はそれ対戦するとすごく打ちにくい。チェンジアップとスローカーブ持ってるせいかしないけど。牧野塁、球速い。三輪か日高、これも日高使うべきなんだよね。昆布日高にいる。大島、小川、アリアス、五十嵐、塩崎、アクネ。ちょっとない内野が手薄だな。ただまあアリアスは今後も何年もあの日本のプロ野球で活躍しますね。イチロー、田口、谷が素晴らしいな。オリックスはこの外野陣が、外野陣が素晴らしい。あとはまあ葛城とかかな。葛城行くろう。後に阪神に来るよね。なんか AA アスキーアートでうおーっていうなんか叫ぶ AA がある。大村岩はその後日ハムでコーチとかして結構あの鵜久森の指導とかしてたよね。結構いいコーチ。サブローもいますね。田中幸雄がロッテに、堀、初芝、この辺のメンツが、ロッテのこの辺のメンツが渋いよね。初芝、石井宏子、小坂誠、そしてボーリックというね、この辺ロッテファンはたまらない。酒井忠春なんての守備の名手たち。福浦がまだ25歳の福浦だからね、このあと2000本安打近くまで行きますよ。福浦は好き、福浦好き。清水正海、そして橋本タスクですね。両方ともこのキャッチャーとしてはいい、割といい。黒木、ジョニー黒木、1億8000万もらいすぎだろう。で もうこの時のロッテだったら黒木ぐらいしかちゃんとね、人気もあって活躍してて選手いないから。あとはウォーレン、抑えのウォーレン、ウォーレンの年俸すげえな。で藤田、吉田、ムット、小林正秀、小林正秀この後ね、この後抑えに転向して鋼メンタルでね活躍します。矢蓋もまあその後メジャーに渡ります。まあそのどっかな。清水直之、ロリ、コバロリ、え、コバロリ、小林博之の方がコバロリか。あれ、小林博之いない、小林博之いないか。うんうん、まあこんな感じです。ロッテ、まあ、ファイターズはいいわ。近鉄、大塚明文さ、すごいんだよ、このゲームでの大塚ってさ。スライダーも初期からここまでいってるし、縦スライダーだからな、これ。フォークじゃなくて V スライダー。縦スライダーの変化がすごい。確か、現時点はフォークのピッチャーだと思うけどね。なんかあんまり話題にならない選手だよね。この後、大リーグに渡りますけど。で、門倉。門倉の名言といえばなんだっけ、10勝しても10勝しない、10勝しても10敗するピッチャーはいないとか、あの横浜をめちゃくちゃ叩いておいたりとか、そんな印象があるね。田畑、岡本明、ウォルコット、石毛、広田、結城、メンデ、前川勝彦、山村博樹。この山村、パッとしないように見えるでしょ。これ野球つくほぼ最強のピッチャーだから。焼きつくほぼ最強のピッチャー手に入れるとね、まあ最優秀防御率とか最多勝とかタイトル総なめにするような選手になる。この変化球の持ち方が素晴らしい。しかも全部いい感じに伸びていくっていうことだよね。現実ではそんなに活躍できなかったピッチャーなんだけど、焼きつくでは非常にいいピッチャーなんですね。山村博樹、的山、磯部。磯部は結構やっぱ打率がいいね。まあ伊達に、楽天に移籍してからも活躍したことはない、人ではない。クラーク、中村、ノリ、中村な、ノリさんがいるのにさ、片岡いてもしょうがなくない、これ。片岡ファーストで使うにしてもクラークいるしな、これは意味ない獲得ですね。まあこんな感じでローズがいます。タフィーローズの方だな。いや、いい、いい、やっぱ欲しいな。守備もいいんだけど、足も速いし、まあ、肩もまあまあ強い。守備もいいし、足も速くて、チャンスにも強くて、打撃は BB で、まあ、ほぼ、BB やったらホームラン30本ぐらい打てるからね。まあ、40本打った年か。で、大村。大村もいいんですよ。足速くて、バッティング良くて、もう2000本安打確実かみたいな感じの活躍してたはずなのに、なんか失踪した。いなくなった。高野、川口。平下もいいんだな、平下も。確か、ロッテに移籍したかな、
その後阪神ロッテに移籍せずに阪神に行った気がするの。お前はいいです、こんな感じで。うわっと、もう19分だ。時間かけてますね、ここまで。なぜ時間かけているのかと言いますとですね、もうそろそろわかります。はい、もう2月なんですね。どうしましょう、このまま上げるか。1月これだけ。これでいい、セーブできないんだよここまで。だから一応もう一回初めから取り直したのはそういう理由なんですけどもね。2月スタートしねえ、もし清シリーズがスタートしねえ。まあいいか、ゆっくりスローのペースでスタートしていきます。ほなパート2、2月に当たる、上がると思います。2月になったら上がります。2月に上がる焼きつくのパート2、お楽しみに。パート2じゃない、パート3か、焼きつくじゃない、もし清シリーズのパート3をお楽しみにということで、ほなまた。